こんにちは。365日カレー2018です、今日食べるカレーはこちらです。セブン&アイ卵を添えたドライカレーです。新発売ということでセブンイレブンさんで購入しました。ドライカレーのおむすびに、卵がトッピングされている、そんな商品です。この動画シリーズ今年の1月に開始して、ドライカレーのおむすびをずっと探していました。以前私はコンビニでドライカレーのおむすびをたびたび見かけたことがあったんですけど、今年このシリーズを開始して、ドライカレーのおむすびを食べたいなと思っても、なかなか、売り場で見つけることができなかったです。現在セブンイレブンさんでは、夏のカレーフェアのような何かこう、おむすびとして、カレーをプッシュしたという展開をされています。その中で、今日の卵を添えたドライカレー、が新発売となっているということで、ようやく待望のドライカレーのおむすびを見つけました。それでは早速いただきます。ドライカレーの上に、目玉焼きが乗っているというスタイルで、さらに、卵の下にキーマカレーが入っています。三層構造ということで言っていいんだと思います。いただきます。卵がなくても十分カレーの味わいを楽しめる、そんなおむすびだと思いますが、卵と一緒に食べることによって口当たりが大変まろやかになると、味わいの感想とすればそんなところです。それよりも何よりも、久しぶりにドライカレーのおむすびを食べて、単純に純粋に美味しいなと感じています。特に中に入ってるキーマカレーの具材が、なかなか本格的なカレーというか味わい深くて、美味しいです。いただきました。セブンイレブンの新商品、新発売の商品、美味しかったです。今毎日カレーあるいはカレーの類の商品を食べている私にとって、おむすびでカレーが登場したということは大変、何か嬉しく感じています。手軽にカレーを食べられる、それがおむすびというスタイルということで、どんどん人気が出てほしいなと、思いました。それではまた明日。いかがでしたでしょうか。よかったらグッドボタンを押してください。